現役女子大学院生の週末落語家宝生亭ゆうすいと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中学生からされてた。はい。おお、すごいね。中学生の時は主にどこでやってたの？地区の文化祭とか、うんうんうん、まあ、老人ホームに行ったりとか。なるほどなるほど。あと、あ、敬老会とか、その地区で敬老会とかがとあると呼ばれたりして、はい、中学高校ってその落語する時の衣装はどんな衣装でやってたの？夏は浴衣着て、冬は普通の着物だったりとか、あとは袴履いたりとか。あ、じゃあもうその頃から着物着てやってたんだ。はい。一般的に女性の落語プレイヤーって何着るの？はいはい、全然自由なんですよ。なので本当に私が言ったように浴衣だったり袴だったりの人もいるし、あと男物の着物着たりとか、帯も男の人用の結び方で結んでる人とか様々です。決まりはないってことだね。はい。ほう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 。今のところゆうすいさんは途中振り袖に袴が多いのか。最近はもう袴で。夏場で袴だったら暑そうやね。夏はもう浴衣で。ああ、そっかそっかそっか。行こうかなと思ってて、はん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 。実は今日落語会呼ばれてるんですけど、今日はもう浴衣で。女性の落語プレイヤーの着物姿についてあるあるってあります？もう本当独学で来てたので、あるあるってわかんないんですけど、男の人の着てる方もいるなとか、うん、袴の人はあんまり見ないかもしれないです。あとおそらく帯の場所が違うから、おー、汗の量が女子の方が多いかなと思って見てる。なるほど。あ、男の人ってこう結構お腹の下あたりですけど、うん、女の人ってこう胸下ぐらい。つけるもの多いじゃん、紐とかさ、ベルトとか。だから女子の方が汗かくのかなと思って。落語で喋ってると喋るだけでも汗かくのに、うん、こう身振りとか、うん、あと立ったり座ったりとかもするので結構汗かくよね。汗かきます。あ、女子の落語家さんあるあるだと汗かなという気がしてました。男の人も結構書いてる人は書くんで、やっぱその道具として扇子と手ぬぐいがあるので、もう汗かいたら手ぬぐいでサササって拭いたりとか。女子は拭きづれえよな。そうなんですよ。抑える程度ちょっと抑えたり。男性の場合中に来てる長襦袢の対処って長襦袢しかないから、はい、手で楽なんですけど、女子の場合いろいろつけてるからさ結構大変だよね。肌襦袢と中襦袢と。そう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 、お話しするのは20分くらいなので、もうその時だけ着て。あ、なるほど。その前後は洋服で行って。そっか。できるだけできるだけできるだけ汗を着物を着る時間を短くしようと。はい。あ、なるほどね。場所によっては着物を着ていくところもあるんですけど、脱ぐ時は本当に脱いで洋服着るだけなので、うん、洗うことができる着物とかのはしやすいのかもしれないね。洗う着物の方が持ってるの多い。でも中振り袖でそうじゃないでしょ。はい。ね。もう干したり。ああ。汗をかいたらこうした方がいいですっていう動画はうちの方でたくさん出題ってあるんですけど、やっぱこう仕事着で着ると必然的に汚れるんですよ。着る回数多いし。メイクとかもなんかその泣く仕草とかやった時に、こう泣いた時にちょっとリップとか。化粧とか、やっぱ汗かいてるんで化粧とかちょっとついたりとかはするんですよね。あるあるだねそれも。はい。山形の女子大学院生で落語をしてらっしゃるっていうのは、まあ、ゆうすいちゃんだけど、はい、いうことなので他の追従を許さない状況にあるんですが、学業があるからそんな頑張れないんだよな。そうなんですよね。今、まあ、山形市が主に活動してる場が多いんですけど、米沢の方にいるので、なかなかこう行ったり来たりっていうのがあるので、 SNS 等で詳細をご確認いただくしかないとは思うんですが、女子の落語家さんの着物あるあるについてお話してみました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。